なたらしくないことをおっしゃるものじゃありませんよ。十条はたしなめるように言った。様の神はなお話し続けた。家柄も現在の境遇も一致している高貴な家のお嬢さんが凡庸であった場合、どうしてこんな人ができたのかと情けないことだろうと思います。そうじゃなくて、地位に相応な優れたお嬢さんであったら、それは大して驚きませんね。当然ですもの。私らにはよくわからない社会のことですから、上の品は省くことにしましょう。こんなこともあります。世間からは、そんな家のあることなども無視されているような寂しい家に、思いがけない娘が育てられていたとしたら、発見者は非常に嬉しいでしょう。意外であったということは、十分に男の心を引く力になります。父親がもういい加減年寄りで、醜く太った男で、風采の良くない兄を見ても、娘は知れたものだと軽蔑している家庭に思い上がった娘がいて、歌も上手であったりなどしたら、それは本格的なものでないにしても随分興味が持てるでしょう。完全な女の線には入りにくいでしょうがね。と言いながら、同意を促すように式部の城の方を見ると、自身の妹たちが若い男の中で相当な評判になっていることを思って、それを暗に言っているのだと取って、式部の城は何も言わなかった。そんなに男の心を引く女がいるであろうか。上の品に入る者らしい女の中にだって、そんな女はなかなか少ないものだと自分にはわかっているが、と源氏は思っているらしい。柔らかい白い着物を重ねた上に、袴はつけずに脳死だけを覆うようにかけて、体を横にしている源氏は、平勢よりもまた美しくて、女性であったらどんなに綺麗な人だろうと思われた。この人の相手には、上の品の中から選んでも飽きたりないことであろうと見えた。ただ、世間の人として見れば無難でも、実際自分の妻にしようとすると、合格するものは見つからないものですよ。男だって、管理になって、お役所のお勤めというところまでは誰でもできますが、実際、適所へ適材が行くということは、難しいものですからね。しかし、どんなに聡明な人でも、一人や二人で政治はできないのですから、上官は下僚に助けられ、下僚は上に従って、多数の力で役所の仕事は済みますが、一家の主婦にする人を選ぶのには、ぜひ備えさせねばならぬ資格が、いろいろといくつも必要なのです。これがよくてもそれには適しない。少しは譲歩してもなかなか思うような人はいない。世間の多数の男もいろいろな女の関係を作るのが趣味ではなくても、生涯の妻を探す心で
できるなら一生懸命になって、自分で妻の教育のやり直しをしたりなどする必要のない女はないか、と誰もが思うでしょう。必ずしも理想に近い女ではなくても、結ばれた縁に惹かれて、それと一生を共にする。そんなのは真面目な男に見え、また捨てられない女も世間体が良いことになります。しかし世間を見ると、そう都合よくは言ってませんよ。お二方のような貴公子にはまして対象になる女があるものですか。私などは気楽な階級の者の中にでもこれと打ち込んでいいのはありませんからね。見苦しくもない娘でそれ相応な自重心を持っていて、手紙を書くときには足手のような簡単な文章を上手に書き、墨色のほのかな文字で相手を引きつけておいて、もっと確かな手紙を書かせたいと男を焦らせて、声が聞かれる程度に接近して言って話そうとしても、息よりも低い声で少ししかものを言わないというようなのが男の正しい判断を誤らせるのですよ。なよなよとしていて優しみのある女だと思うと、あまりに従順すぎたりして、またそれが才気を見せれば多情でないかと不安になります。そんなことは選定の最初の関門ですよ。妻に必要な資格は家庭を預かることですから、文学趣味とか面白い才気などはなくてもいいようなものですが、真面目一方でただなりふりも構わないで額髪をうるさがって耳の後ろへ挟んでばかりいる、ただ物質的な世話だけを一生懸命にやってくれる、そんなのではね。お勤めに出れば出る、帰れば帰るで、役所のこと、友人や先輩のことなどで話したいことがたくさんあるんですから、それは他人には言えません。理解のある妻に話さないではつまりません。この話を早く聞かせたい。妻の意見も聞いてみたい。そんなことを思っていると、外ででも独り笑みが出ますし、一人で涙ぐまれもします。また、自分のことでないことに興奮を起こしまして、自分の心にだけ置いておくことに我慢のできぬようなとき、けれども自分の妻はこんなことのわかる女でないのだと思うと、横を向いて一人で思い出し笑いをしたり、かわいそうなものだな、と独り言を言うようになります。そんな時に、何なんですか?とつっけんどんに言って、自分の顔を見る細君などはたまらないではありませんか。ただ一概に、子供らしくておとなしい妻を持った男は、誰でもよく仕込むことに苦心するものです。頼りなくは見えても、次第に養成されていく妻に多少の満足を感じるものです。一緒にいるときは、可憐さが不足を補って、それでも済むでしょうが、家を離れているときに、用事を言ってやりましても、何ができましょう。
遊戯も風流も主婦としてすることも自発的には何もできない、教えられただけの芸を見せるに過ぎないような女に妻としての信頼を持つことはできません。ですからそんなのもまたダメです。平勢はしっくりといかぬ夫婦仲で、淡い憎しみも持たれる女で、何かの場合に良い妻であることが痛感されるのもあります。こんな風な通な様の神にも決定的なことは言えないと見えて深いため息をした。